姫路市立手柄山温室植物園は、兵庫県姫路市の手柄山中央公園にある植物園。1980年5月2日開園。兵庫ココ心にカードの対象施設になっている。姫路市のキャスティ21計画、手柄山再開発計画により、緑の相談所と機能が統合されて、文化センター跡地に移転される予定。当園のある、 手柄山中央公園で19963月、花弁数が10枚で20咲きの霞桜が、室井博氏により発見され、発見者により、二重霞桜と命名された。その後、所在不明となったこともあったが、2015年4月頃に、桃園職員により再発見された。霞桜には、の既存の品種霞桜月に、 公益財団法人日本下の会に新種認定を申請した日より桜の新品種を用いて名所づくりを進める団体に大使サポートをするため桜の園芸品種認定制度を設け新品種の特性調査をしてお墨付きを与えることで名称を整理し保護発展に寄与することを意図している2021年5月13日に新品種 手柄桜として認定された。なお、ケラススレベリアナは霞桜の学名であり、手柄桜は新種ではなく、あくまで霞桜の新品種である。ありがとうございます。